子。そう、南国の太陽の光を浴びて育った世界一小さい桜島小みかんの爽やかな香りを生かしたドレッシングなどの加工品を詰め合わせております。これも美味しそうですよね、うん、鹿児島にもいろんな美味しいものありますけども、おすすめの、特におすすめ、これはぜひ食べといてというものはありますか？私が必ずおすすめしたいのが、はい、地鶏の刺身です。地鶏の刺身ですか？はい、刺身生で食べられるという。はい、刺身を。どんなお味ですか？ぜひ食べてもらいたいですね。食べてみないとわからないです。コリコリとした感じですかね、はい、ぜひこれ食べてみたいですね、はい、ありがとうございます、はい、さあ、それでは鹿児島市からの問題です。今年は薩長同盟から150年を迎えます。その立役者である土佐藩士坂本龍馬とお龍が鹿児島を訪れ、日本で初めてのことを行いました。それは次のうちどれでしょう？ A. 新婚旅行、 B. 薩摩焼き体験、陶芸体験ですね、 C. ゴルフ。さあ、これはですね、龍馬ファン、長瀬さんもご存知の方多いかもしれません。坂本龍馬とお龍が鹿児島を訪れて日本で初めてのことを行いました。それは何でしょうか？ A. 新婚旅行、 B. 薩摩焼き陶芸体験、C. ゴルフです。さあ、どれでしょうね。では平本さん、会場の中からお一方お選びください。はい、ではちょっと遠いんですけれども、一番後ろに座って黒い手袋をつけて手を振ってくださっている方、お願いいたします。女性の方ですね。はい、女性の方で、はい、メガネをかけて。すみません、新婚旅行かな。 A. の新婚旅行ですね。よろしいですか？はい、はい、では平本さん、お願いいたします。大正解です。おめでとうございます。